ってみる。山川ありがとう。こちらこそありがとう。本当レッスンの休憩中に見て、えっと思って、うんって、うん、なんだ、なんなん、うんってなって、うん、ちゃんと冷静に見たら、そう、中間発表まだ結果ではないんですけど、みんながいっぱい見てくれて頑張ってくださってるので、乗れるようにね頑張りたいと思います。喉はねちょっとまだなんか治ってなくて、ちょっとコンコンなっちゃうかもしれないけど、先月からガラッと変わって、ねえ変わったよね、すごい。私ももうちょっと下の順位だったんですけど、今回は上がって、でもまだ多分ちょっとの差だと思うので、まだ全然ね、あの入れない可能性もあるなって思うので、個人的にね、ぜひ見てくださると嬉しい。そうだね、油断大敵。ナイスってね、どうしたらいいかね、もっと延長する、うん、延長ありがとう。もっと前向きにね、前向きにね、あの、いけたらいいんですけど、本当にこういうのに選ばれたことが一回もなくて本当にね、だからなんだろう、選ばれる気持ちが分かんないから、あの、なんか入れない入れないって思っちゃうんですよ。ダメなのは分かってるんですけど、今回は叶えれるように頑張りたいです。でも中間時点のでも1位のところに名前が乗るって思ってなかったので、すごいありがたいなって思ったし、みんなの期待に応えて応えられたいなって思う。ね、多分そう、すごい接戦なんだと思うし、逆にそう目指してるメンバーもいっぱいいるけ、ここからもっとこう行くぞって多分なってると思うので、他のファンの方も来週も頑張りますので、よかったら応援お願いします。公約はですね、7位以内に入れたらコスプレしてカラオケ配信して萌えセリフをするっていう公約もあるので、ぜひぜひ。こんばんこんばん。萌えセリフもセリフもそうそう、公約やけん、こんばんは。早速延長してありがとう、見てくれて。頑張らなきゃね。まだメンバーも全員ってわけじゃないけど、まだ全員は出てないから、うん、まだね、そう、順ランキング釣りからの人もいるから、
コンタクトが片方取れちゃった気がする。乗ってようかな。もうとっちゃい。残りはノーピとユミリンさんかな。でもマイキューさんまだまだ順位にはいけちゃうもんかも。発表されとっても、そうそう、まだランキングに反映されてないから。あ、今回はいきちゃんまでか。こんばんは。もっと延長したい。その延長のポイントが高い人が1位になるっていう。そう、予見無理はせんでほしいけど、延長してくださったら嬉しいね。途中結果でもそう、1位に自分の名前が載るって全然思ってなかったから、今日はレッスンの途中ですごい元気をもらいました。個人的には公開されてからずっと一位ありがとう。あのヤンマがすごいね。こう十何歳の時に撮ったんだ、18歳のこう良さをカメラマンの方が出してくれて、今年のこの年末まで延長したらありがとう。そう、延長が長ければ長いほどポイントには入るかな。ももちゃんの公開日から9月30日まで延長したら最大1250日。おお、めっちゃ長い、ありがとう。でも一応一人にもう制限はあるんだね、その日まで。9月30日。有料の26ページ。お、好き。嬉しい。ありがとう。200日の差。そうなんだ。秒、そのあれじゃないんだ。同じ日って、同じ日にちではないんだね。早めに切り上げてもらう、ありがとう。頑張って、欲張って表紙のね、頑張りたい。表紙とかなったことないけん、ティフ前で見てました。もっちゃん可愛かった。おー、目がいっぱいあった子かな。ありがとう。来月の中間発表すごい戦いになりそうだよね。もうかも来月頑張って3位以内に入りたい。短め大丈夫、ありがとう。はっ、そっか、複数アカウント作ればそうなのか。サインまでだったら表紙、表紙というか、表紙じゃないのか、
関東お水全部飲めるようになって待ってるね。関東だね。今日はたくさん、うん、今日たくさん寝れた。昨日ね、寝落ちしたんよ、すぐ。いつもはアラームかけて寝るのに、今日は寝落ちして、うん、昨日か、昨日さ、一日朝から東京行って、ティフ行って、また帰ってきてって感じだったから、ちょっと忙しくて寝落ちして、朝のツイート忘れてました。で、起きて11時半くらいに目が覚めて、あれ私今日ツイートしたっけってなって、んんいやしてないぞ今日ってなって、遅よって送りました。でも今日は3時から9時までレッスンがあって、いっぱい踊ったので、そう、いやたまに遅よってしちゃったらごめんね。うん、そう、そう、え、ありがとう、ぷしゃん、ぷしゃんって、ありがとう。タワーだ、ありがとう。なんていつもね、なんて呼ぼうか迷っとるね。プーさん、プーちゃんありがとう。出会って1年、おお、出会って1年、え、そうだよね、思った。しかもちゃんと昨日もティフ来てくれて、あの、モモのうちわを持ってくれてて、あ、1年だって私も思いながら踊ってたよ。踊ってたっていうか、そう、あ、1年だなって思って、そう、私をティフでね、去年のティフで見つけてくれて、今年のティフでも会えて、ずっと好きでいてくれてありがとね。めちゃくちゃ楽しい1年でした。ありがとう、また話そうね。ありがとう、見えてたよちゃんと。お礼しました。ペンペン、あった、はい、その能力最高ねえ。でもあのティフの時もいっぱい頑張って見つけてた、みんなのこと。さっき、待って、お誕生日全国ツアーの東京公演行く、お、待ってます。あとごめん、誕生日って書いとったよね、おめでとう、ごめんね、お祝いしようって思っとったらできてなかった。おめでとう、さっきコメントでね、フフフ、
にゃ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 ん、みちゃんがレーダーが発動されてるの見てた。本当？イエイイエイ。あ、そう、今日ねココアさんからねペックルもらったんよ。手筆編むびちょびちょになったリュック、びちょびちょになっちゃったのか。そうだよね、後ろの屋根がないとこめっちゃ心配してた。ありがとうね、来てくれて。そう、ペックルコレクションがもうね、あのね、自分で当てたやつじゃなくてね、いっぱいいただいて集まって、本当にねありがたいですね。私もいっぱい配りたいなって思う。ちょっとずつね当たったやつはね配ってるんですけど、そう嬉しいよね。しかもももがペックルちゃんが推しっていうのをこう認識みんながしてくれてるのも嬉しいし、夏のいい思いです。よかったよかった。ココアさんはあのポチョッコだと思うよ。ポチョッコ、あ、そう、本通りにサンリオショップマイキューさんがね言ってるのが言ってて知った。そう、ティフのね影のないでね、もう屋根がさないとこもあったのに来てくれていっぱい感謝。ほんとえ、そう、あさっても公園ありそうでよかった。でもさ、もう一個台風できちゃったんだよね。大丈夫かな。私メンバーが今日話してるのを聞いて初めて知ったんよ、台風がもう一個できたこと。いつできたの？あ、まだできてないの。台風ってかどうやってできるの？明日発生するの？やめてよ、なんで発生すんの？発生だったら防げるの？無理か。嫌だよね、去年もさ台風でさ寝れなくてさ、今年もさまた同じ台風にやられる。低気圧が発達する台風、まだ熱帯低気圧じゃ、まだ大丈夫な。明日発生したらやばい。私理科は好きだけど、あの天気系は苦手なの。雨雲壊すの？去年生理番号良かった、悲しい。24時間後には台風になってるよ。やだ、誰か頑張って止めてよ、なんか誰かの力で。ほらってフフ、私のてるてるに頑張ってもらう。私のてるてるがなんとかしてくれるかな。
ねえ、てるてるももか、てるてるさんにお願いする。台風もサマステが見たいの。お客さんだったの。でもさ、サマステくんが、あ、違う違う、台風くんがさ来ちゃうと、もう その開催すらされなくなっちゃうじゃん。だからもう台風くんには遠慮してもらいたいのよ。もうサマステくるのは、台風くんはもう見れないから。ね、そう、台風くんは配信にしてもらって、ひどいよ、見たいだけの、いや見たいだけのダメだよ、我慢して。関東に向かね、気をつけてください。台風来る地域に住んでる方はちゃんとお家にいてね。お仕事ある人は気をつけてね。はい、プシさん、出会って1年タワーありがとう。寄付で見つけてくれてからずっと好きでいてくれてありがとう。これからもいっぱいいっぱい会いましょう。マイメロじゃないよ、あのね、プさんはヘアアレンジもとっても上手なので、クマとかウサちゃんに髪が生えてんの、かわいいでしょ。この一年もね、楽しもうね、一緒にいてね。ありがとう。仕事やけん気をつけて。うん、気をつけて。え、舞踏会危ないの？そんなにさ、台風さんさ遅いの？進むのが。はい、ありがとう。舞踏会さ、もうの班の方も来てくれる方もいらっしゃるし、もうしかも安否といっぱい話せる多分チャンスが舞踏会だから。そう、お話し会は決まってないからまだ、だからファンの人もさ、より来たいよね。あ、そっか、飛行機が飛ばなかったらいけない。悲しい。やりたいんだけど、サマステも舞踏会も
あると信じます私も。ね、公園もでもそう、公園も危ないってなってたけど、きっと今はできそうだからそれるのを信じてます私も。しかも今日サマステのレッスン頑張ったのに、頑張ったのにこれでなかったらプンプンするよ私。プン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 って大フンクロックハート力くんなし来るな。ティフ全力もかかる。おー、ありがとう。プンスカする。そうだね、舞踏会も。俺もももちゃんとお話してたい。風喋んないよ、私の敵だからね。ね、直前まで分かんない、分からん。ヤンマが4人追加して、ありがとう、見てくれて感謝します。喉がね、喉っていうかね、なんかあかんのよ、たまになるんだけど治んなくて、ちょっと病院行こうかなとも思ってます。40日ってね、いっぱい見てくれてありがとう。今日も無理しない、ありがとう。シュマンね、しばらく。台風くん、ヤンマが追加するか言ってもダメー台風くんはダメ。ヤンマが見てくれるのは嬉しいけど、頑張ってほしいから、ありがとう。毎月緊張してる、ありがとう。ダメーダメーいつも一緒だよね、リズムが。もうダメー。台風女の子かも。あ、女の子だったの台風ちゃん。男の子かと思ってた。そういえばね、あ、メールで送ったかも。言おうとしたら、オキさんがね、私のアイシャドウ変えたのを気づいてくれたんですよ。メールで誰とか書いてなかったか、びっくり。みんな気づいてもらえると思ってなくて。そこ、今からももちゃんが喜ぶことを言うねって言われて、何だろうと思って、何ですかって聞いたら、アイシャドウ変えたでしょ。あとよくね、あかりんさんもね、昔から私がね、メイクちょっとでも変えたらね、全部気づいてくれるんですよ。私びっくりして。そう、でもアイシャドウって、まあアイシャドウ変えただけなのに気づいてくれたりするからそう、メンバーにね、メイクのちょっと違いを気づいてくれるとすごい嬉しいです。うん、そうイケメンないで気づけるような人に。
見習いたい。そう、嬉しかったです。髪を切った時ね、私あんま切らないから難しいよね。切っても長いから。アイシャドウか2日ぐらい前から変えとるし、みんなには見せてるでしょ配信で。もう今回ね、いつもよりもね、チャレンジした色が違う色だからね、配信でもね分かりやすいんです。一番ちゃんと毎日見てる女の子なら気づけるし。お、すごいよ。メイク変えると気分、うん。でもね、やり方自体そんな変えてないんだよね、ずっと。ももあんまり濃くもないしね。でも髪の毛のカラーリング変えたの気づかなくて、あら、色はね、確かに気づいてほしいって思う子は多いかもしれん。想像以上にね、変わったよね2年前ね。ビューラーもしてなくて、ビューラーもしてなくてですね、アイラインをね、垂れ目に描いてたんですよ。めっちゃ不自然なぐらい、こう今は自然な感じになったし、まつげもちゃんとバチバチになりました。そう、前髪でも、前髪2年前は昇格ツアーの時は逆に薄くなってたんですよ。一時期めっちゃ薄くなってて、でもまた普通ぐらいに戻って、初期は分厚くて、その後薄くなって今は普通くらいになりました。初期めっちゃね、そのノリだったから。どっちも決まった？そう、シースルー気味だったんですけど、今とな、今は今日ね、あの帰ってきてからメイクしたので、あのあれなんだっけ、まつげは上げただけで、なんだっけあれ、マスカラか、マスカラはしてないんやけど、マスカラはしてないんですけど、そう、いつもはめっちゃバチバチにしてて、最近は褒めてもらってます。まつげどうしたらそんな上がるんって言ってもらえるようになって、やったねってなってます。前髪の完成度を見習いたい。前髪はあの日どうしてたんだっけな、あの日前髪は近くスプレーしてたの、あの日雨降ってたからさ、一昨日、ん、じゃあ昨日か、昨日雨降ってたから、こりゃ前髪がまずいと思ってめっちゃスプレーしたら1ミリも動かなかったんですよ。でもいつもは結構もういいやってやってシャシャシャって終わるから、たまに前髪割れちゃうけど意地でも持ってくぐらい、これでもかっていうぐらい振りかけたらひっつく。
いいスプレー、うーん、なんだろう、トリエ、カチカチ、そう、カチカチ、ケープのね、黒もいいんですよ。あともう一個好きなのがあって、なんかね、家にあるんですけど名前忘れちゃったけど、薄ピンクのやつ、メンバーは大体でもトリエです。完璧だったの、すごい、やったね。トリエってやつトリエケープ VO5、 え、あれもいいよね、めっちゃ。もう一個なんか忘れちゃった、ピンクのやつでもあのティフのヒアはトリエです。もうめっちゃ振りかけてるの。ケープのね、黒もいいんですけど、もうね、髪質によるって感じ。みんな置いてきちゃったかも。置いてきちゃった、あっちに。ペッコロ。カバン大きいよ、これ。うん、カバンは大きい。これはね、これはね、一日で帰ってくる日の東京とか行くときに使ってます。大きめだから、こうやってこうやっていく、あ、こうやってかけていく。そう、メイク道具が結構でかいから、これぐらいのサイズないと入んなくて。あれは日帰りの遠出するようです。昨日とかもこれだね。チーカーのバッグね、あるよね。荷物落ちてありがとう。なんかね、私メイク用品がすごい重いのね。そう、でも最近はスキンケアをちゃんとこういうのに入れて軽くしてます。ちゃんと偉いでしょ普通かもしれん。女子力、ちゃんとクリーム1みたいな、スキンケアセットを持っててます。こうするとね、軽いですシール作れる。これはね、ついとった、なんかクリーム1みたいなシール。58分、やばい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 10歳のピノさん、ありがとう。もいちゃんがナンバーワンだ、やったね。ずっといてね、ナンバーワンで。12のふみあとまくふふさん、ありがとう。11のマピアノピさん、ありがとう。ヤンマが毎日見て延長するね、ありがとう。チーナザスさん、ありがとう。ももかくみ、キミのコウジさん、ありがとう。ヤンマが途中経過1おめでとう。まだまだ追加するね、いっぱいありがとう。8位のタカキさん、中華途中経過とはいえ
山形ちゃんも魅力のすごさありがとう、みんなのおかげです。7位のドラガンさん、おめかししてくれるかいもじゃなしき、ありがとう、いつも。6位のモモマシャさん、ありがとう。5位の TX さん、ありがとう。4位のトシさん、ありがとう。かわいいモモカが大好き、やったねー。山菓子アカウント追加した、いいの、ありがとう、いっぱい見てくれて感謝。3位のマルコさん、ありがとう。ティフ行ったよ、生もいちゃん素敵でした、来てくれてありがとう、嬉しい。いいな、福ちゃんありがとう、素敵なデコダチャージありがとう、今週頑張れます、ありがとう、一緒に頑張ろう。うちのプさんありがとう、ずっとおもちゃ推しです、やったー、ずっとおもちゃ推していてね、ありがとう。ありがとう。喉休めたね、ありがとう。